はい、まずレングスからのカットになります。細かく取らないで、そのままですね、下の下ろした状態でブラントでカットします。でバックセクションも、上から取っていただいてですね、内巻きにインぐらいになるような感じでカットしていきます。これもイングラですね。これはサイドチェンジといって、さらに、内巻きに入るようにですねちょっと切ってます。で、トップの、高さに合わせてですね、水平の状態で、ボックス切りをしていきますね。顔周りの方は短くしないようにします。でこれは、毛先にブラントラインを細かく入れていって、パーマかけた時の、ちょっと重さですね、毛先の、それを出していってますね。はい、これは細かくですね取っていって重さを出していきます。で反対側もですね、何度もやっていると毛先の細いところがなくなってきますので、そうすると大体終わりかなというところになります。でこれはペンシルシザーっていうのを使ってついていってるんですが、パーマけた時の動きですね、前髪は、ショーバルタンっていうシザーでですね、0度の状態で、流れるように R を作っていきます。そしてこの、触覚というかこの辺りなんですけど、ここをですねちょっと軽くつなげようと思って R2 セニングというのを使って、前髪の終わりのラインからつなげていっております。でこの削ぎ率がちょうどいいので、程よくつながってくれるんですね。でこれで前髪とサイドのところがきれいにつながって小顔効果が出せます。でまあこれはT2 セニングって言って 8% ぐらいの削ぎ率のやつで、軽く束感を出していってるような状態ですね。でパーマなんですが泡塗布にしまして、こちらの方で、はい、ポンプを使ってですね、毛先に浸透剤をつけてウェットしてからポンプで、まず濡らしていきます。でワインディング入っていくんですが、ワインディングは普通のね通常通りに巻いていくんですけれども、まあ、ちょっとこれスピードが速いんで分かりづらいと思うんですが、軽くたるませてるんですね。これって髪の毛の内輪と外輪の差をよりつけてですね、パーマの立地をきれいに出せるようにしてます。なんでテンションをあまりかけないようにして、スイングって言ってちょっと振るパーマなんですけど、スイングしながら巻いていくことによって内輪と外輪の差がより出るということですね。でこれは今表面だけダミーで巻いてるんですけれども、全体巻いてしまうと上からボリュームが出てきて A ラインじゃなくなってしまうんで、 A ラインの状態を保つために表面だけ別に巻いていますね。これは顔周りのここですね。今シェイクやりましたが、振りながらですね内輪と外輪の差を出していくと、より綺麗にかかっていきます。で前髪は薬剤後で、塗布して、なるべく前髪にかかりすぎをちょっと気をつけてですね、まあ、ロットは少し小さめで巻くんですけれども、薬剤を最初につけた場合は大きめで巻いてください。今回は薬剤を後でつけております。R ピニング、これくるって丸めてますよね。通常の、ピンを刺すよりも跡がつきませんので、この R ピニングっていうのがかなり使えます。これをやることによってテンションもかかりますし、ゴム跡っていうのがつかなくなりますね。そうですね、このような感じで全体を打っていきます。少し緩めにしておいた方がやりやすいですね。でこれつけ巻きですから巻き終わった時点ですぐパーマチェックします。でウェットして5秒間、待っていただいて、どのぐらいのウェーブが出てるかで、ロットの、かける2倍ですね、形状のそれぐらいリーチが出ていれば OK ということです。
まあ、大体かかりやすい方は巻き終わった時点でもうそのまま中間水栓というような感じにできるんですね。なのでスピードも速くできます。でこれもう2剤ですね、中間水栓終わった後ですね。で今2剤をつけております。で2剤はたっぷりつけていきます。で浸透剤こちらつけていきます。2剤の浸透を促進させております。まあ時間のないパーマですので、1時間でかけてますからちょっとスピード上げてますね。で2剤つけた時に、この溜まった液にですね、さらにアウトした髪の毛をつけていくんですね。そうすることによって、よりロットアウトした後の、まあ、残留した1液をですね、ここで中和していくような感じですね。どうしても1液っていうのは確実に取れませんので、しっかり残留して取っていきます。これはヘナジェルって言ってオーガニックなものですね。まあベタベタしないですし、トリートメントしながらスタイリングができるって非常に優れたものです。パーマスタイルには非常にいいと思います。オーガニックなものですから肌についても大丈夫ですし、敏感肌の方、アトピーの方、そういう方でも使えると思います。これはまあ自然乾燥でもいいんですが、まあ、今回は、スタイラーを使ってやっていきます。これはエアレスドライヤーといってですね、まだ発売されていないんですが、ノビーに接続できる新しい、タイプのものになります。こちらの中に熱が溜まりますので、すごい早く乾くのと、すごく使いやすいですね。お客さんが自宅でも使いやすいように、作られてますので、まあ、サロンのスタイルが自宅でも作れるかなって感じになります。で、まあ、出張依頼とか問い合わせはこちらの 011-299-4346 まで、ぜひお問い合わせください。ありがとうございました。では、この辺で終わります。では皆さん、またどうも、おはようございます。